開幕まで65日に迫った東京オリンピック。開催を危ぶむ声もある中、海外の選手による自治体での事前キャンプが新型コロナウイルスの影響で全国で中止や変更が相次いでいます。東京 MX の取材では、羽村市に今日中止の申し入れがあったことが分かりました。こちらのスポーツ施設では中央アジアの キルギス男子柔道チームの事前トレーニングの受け入れを予定していましたが今朝中止の申し入れがありました羽村市では市のスポーツセンターを練習会場とした柔道の事前キャンプを受け入れる予定でしたしかし新型コロナの影響で事前キャンプ中止の申し入れが今朝関係者を通じて非公式に連絡があったということです 今朝方です、ねまあ、第一報というかです、ねえー、相手方のキルギス柔道連盟の方から、えー、ひょっとしたらあのこのオリンピックでの事前キャンプに来れないかもしれないというようなちょっと情報があの入りまして、まあ、我々もです、ね、あの市民の皆様も期待はしていたところなんですが、えー、もし本当に来,なく来れなくなってしまったとしたら非常に残念だなとは、はい、考えております。はこれまで 日本で開かれた国際大会に出場するキルギスの代表選手が過去2回事前トレーニングを行いました。地元の選手とも交流し、関係を深めてきたということです。準備にかけた時間は5年以上。チームの移動プランや一般の市民が使う施設にはない、 トップアスリート向けのトレーニング機材の手配などをする矢先に届いたキャンセルの知らせですが今後につなげていきたいと前を向きます。過去2回すで、えー、にキルギスの柔道チームの事前キャンプを行って交流も、えー、実績がございます。もも、し、え、し、ー、実施でききき、ななくなったとて引続 交流を続けけててててレガシーととしし残いれば考えます東京都内の自治体ではこれまでにベトナムのパラ水泳の練習を受け入れる予定だった国分寺市と台湾のバドミントンチームに練習会場を提供する予定だった多摩市にキャンセルの申し入れが届いています。